陰キャ男子の兄とドライな妹、義妹生活。ソシャゲのガチャが190連したのに全然当たらない。チャンスはあと10連1回。このままじゃ爆死確定だよ。何か手は。さっきから何をうにゃうにゃ言ってるの。ゲームのガチャで連敗中でさ、あと少しで出る気がするのに。もはやギャンブルだね。こうなったらあれを試すしかない。サキ、お願い、代わりに引いてくれない。え、私？私が引いていいの？もちろん、全ては私の物欲。限定キャラが欲しいって思う心が悪いんだよ。ゲームのことを何も知らないサキが心を無にして引けばきっと。いや、確率は同じでしょ。まあやれって言うならやるけど、これ押せばいいの？待て、まずは祈りを捧げないと。狙ったキャラが出ますように、出ますように。無心でもなんでもないじゃん。あとはそのキャラに関わるグッズとかアイテムを並べて、このキャラは甘党だから注文したパフェとパンケーキをお供えして。お参りじゃん。ガチャって神仏なの？あとは電波も関係するって聞いたことがあるから重要だよね。電波、電波。対応してない機種だけど、どうか我がスマホに 5G の OK を。いや関係ないって。出るときは出る、出ないときは出ないから。というわけでポチッとな。あー、まだ儀式を全部済ませてないのに。でもマーヤが引いていいって言うから。あれ、なんかキラキラしてない？本当だ、これはレア演出だ。やったー。なんかわかんないけど当たりなんだ。よかったね、マーヤ。マーヤ？え、どうしたの急に。色素飛んだよ、大丈夫？当たったよ、最高レア。5人目のダブリだけど。チャンネル登録、Twitter のフォローをよろしくね。小説版義妹生活、発売中です。おまけ。人に頼った私が間違いだったよ。でも大丈夫。3000円払えば、またタダで10連引けるんだから。理屈がおかしいから、戻ってこーい。